いつも YouTube をご視聴いただきありがとうございます。フォトアーティスト広瀬です。白鳥の撮影についてですね、今回は動画を作成してみました。白鳥というとですね、このような優雅に湖面を泳いでいるところ、水面の上をですね滑るように泳いでいるというところが、まあ、印象的なんですが、まあ、迫力のある写真を撮ろうということになればですね、やはり飛翔する瞬間とかですね、もしくはまあ着水する瞬間ということですね。飛翔するときもですね、このように結構バチャバチャとこういう感じになってまして、首がビョーっとな先に伸びていってしまうというような感じなんですね。まあ、こういった感じで写ってしまうわけですね。まあ、さらに着水する瞬間を捉えたものもあるので、そちらを見ていただきますと、今一つですね、こう正面に向いていないし、形としてもあまり美しくなかったということなので、造形的に美しい表現ということで、仕上げのプロセスまでを含めてですね、見ていただきたいと思います。まあ、こういったですね、背景との落差、これは 奥の方がですね、対岸なんですね。対岸でこちら側が、まあ、藪みたいになっているので、ちょうど光が逆光から来ているので、ちょうど暗く映るんですね。ですのでこのタイミングを狙ってですね、背景を暗めにして白鳥の白さを際立てて表現したいということで撮影をしております。ちなみに言いますと、こちらのレンズの焦点距離なんですが、データ280mm ですね。 280mm なんですが、 35mm のフルサイズ換算にしますとフォーサーズなので倍ですので 560mm の焦点距離になります。まあ、このような写真とですね、このような写真などをですね、組み合わせて3枚で表現しております。で、他にもですね、 400mm で撮っているのもありますので、 400mm というと 800mm ですね。それぞれの場所によって、データが違ってますので、結果的に合成して仕上げたので 35mm 換算で 800mm となってますが、このような感じの作品になりました。まあ、この作品は3つの写真をですね、組み合わせて表現したものです。まずはこちらのデータですね、そしてこちらのデータ、そしてこちらのデータ、3枚のデータを組み合わせて作っているということになります。こちらの写真とこちらの写真とこちらの写真、そこにレイヤーマスクでこのように調整をしているわけですね。ですのでこれによってこのような形になっている。そこへレイヤー統合して一つのレイヤーとしたのが今回のオリジナルベースということになります。ここにですね、ニックコレクションの中のシルバーエフェクスでモノクロ処理化したのが、今回先ほどお見せしたこちらの作品ということになります。まあ、明度の調整等々をですね、後でしてますので若干感じは違ってきますが、このようなですね、背景を暗く落として白鳥の白さを際立てた作品ということで表現をしてみました。まあ、一つの撮影の状況からですね、何かこうイメージをしていくということが、写真のクリエイティブの表現としては求められてきますね。この時に初めからこういうものを撮ろうということよりもですね、実際に撮影をしてみたらこんな感じの状況だったと、そしたらばですね、今回のようにですね、このような状況で撮影をするタイミングがあったとなればですね、この状況から作品にしていこうということを考えていて、まあ、このような作品にしたわけですね。ということで、一つの撮影から現場でイメージを作り上げていくことによって今回のような表現ができるようになると思います。特に今回の場合で言えばパノラマ撮影ということになりますけれども、まあ、実際のパノラマではなくてですね、3枚の組み合わせで結果的にパノラマ撮影をしたように仕上げたということになるわけですけども、背景の条件を揃えればですね、今回のように仕上げることができますので、もしそういうような機会がありましたら、もちろん白鳥のみならずこういうような機会がありましたら、合成をしてみると面白いかなということが言えます。まあ、ということで、一つの条件からイメージを導き出すということですね、そういったふうな、まあ、習慣を持っていただくと、まあ、よりクリエイティブな表現ができるようになるのではないかと思います。さあ、それではですね、今度は、ちょっと逆に今度背景なイメージで撮影したものがありますので、そちらを見ていただきたいと思います。この感じですね。レンズの焦点距離は 150mm ですから、 35mm 換算でいうと 300mm ということですね。絞り8、1000分の1秒のシャッタースピードで翼を広げた瞬間を撮っております。こちらがオリジナルになるんですけど、全体を見るとこんな感じなんですね。でやはりこう足の部分とか胴の長い部分がもうあまり
こう優雅さを感じない、ということでトリミングをした作品が次の作品ということになります。まあ、こうするとですね、羽のこう広げた優雅さということで首の曲線なども綺麗に表現できていると思います。まあ、ここでですね、もう気になるのは背景、この背景をですねぼかしてこのように仕上げているわけですね。少しルミナーでですね、右上の方に太陽光線を入れました。それによってこの透過光の光の印象をですね、より高めて表現したのが今回の作品ということになります。例えば撮影に行ってもですね、飛翔の瞬間もしくは着水の瞬間のようなアクティブな表現を目指すのか、それとも今回の作品のように優雅さを表現するということで、狙ってみる、こういったところのですね、視点を明確にしておくといいと思いますし、もちろんいろいろ撮りながらということでいいと思います。まあ、その中でこれはと思うようなタイミングで、撮れたものをですね、今回のような仕上げの仕方をしていただくといいと思います。まあ、ネイチャーということで写真を捉えた場合にですね、イメージ的な作品になってきますけれども、まあ、こういった表現方法もですね、ぜひとも皆さんチャレンジをしていただければと思います。チャレンジをしていくうちにですね、どんどんとスキルアップしていきますので、ぜひともチャレンジをしていただければと思います。これからもですね、少しクリエイティブな内容のものを多く取り上げていきたいと思います。ストレートのものからどうやって仕上げるかということのプロセスもお見せしたいと思いますが、まあ、今回はですね、ざっとイメージとしてどういうような作品の撮り方があるかということで理解をしていただく程度にとどめおきましたが、ぜひともですね、こういった内容に興味のある方はウェブ講座等々でこういったテクニックもご指導してますので、ぜひともご参加いただければと思います。